いつも YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。塩尻東公民館主事の林です。それではふるさと歴史講座を始めます。今回のお話は、巴御前乗馬像と巴淵です。講師は平林けさお塩尻東公民館長です。それでは始めます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、これが巴御前の像ですね。巴御前って人は本当に男勝りで、すごくこう武勇というか優れていた、そういう人のようですね。馬に、ね、この近くのところに巴淵っていうのがありますね。あれも巴御前がなんていうか、素晴らしいというか、いろんな武勇の話があるもんですから、その竜に化身をして、竜に代わってその巴淵、そこのところにこう竜神として、なんて言いますか、祀られてる、そういう場所があるんですけれども、巴御前はその兼平と一緒に義仲を守ってるんですが、そういうことについてその後世の人々はこう本当に忘れられなくて、その二人の話をこうずっと伝えてきたんでしょうね。帰りまたちょっと見ていきましょうね。巴淵がありますから、そこのところを見るとやっぱりこう木曽川がずっと流れていて、その淵のこう緑というか青というか、そういう深みを見ると、ああ人々はそういうこともこう今も義仲を思いながら、あるいは巴御前を思いながら、兼平を思いながら忍んでるんだろうな、そういうことも忍ばれますね。今ここいらしてる見学者の皆さんが、いや裸うまいよ、そういうところまで見ておられる、すごいですね。蔵がないですよね。そのくらいこの方はその馬に乗る技術というものを持ってたというのを表しているんですね。はい、それじゃあここのところ中山道からこうすぐ入ったところに、こう木曽川の淵がありますよね。ここが巴淵と言われているところです。ここですね。今日は水が穏やかというか、そういう感じですよね。ここに謡曲史跡保存会が、謡曲の巴、それと巴淵について書いてありますよね。木曽町で説明版残していただいてありますので、これちょっと読んでみますかね。伝説の残る巴ヶ淵、歴史が漂うこの淵は巴城に渦巻き巴ヶ淵と名付けられた。伝説にはこの淵に竜神が住み、化身して権の神中原兼遠の娘として生まれ、名を巴御前と言う。義仲と戦場に馳せた
霊障巴御前の武勇は痛ましくも切々と燃えた愛の証でもあった。巴御前の尊霊は再びこの淵に帰住したという、帰ってきて済んだという。法号を龍神院伝と唱えられ、吉永の菩提所徳恩寺に墓が苔むして並ぶ。絶世の美女巴はここで水浴をし、また泳いでは武技を練ったという。その艶やかな黒髪の滴りと乙女の白い肌元には、吉永への蓮舫の情が北に燃えていた。岩を噛み青く渦巻く巴が淵、四季の不情が風情が見する巴が淵。木曽川の悠久の流れとともに、この巴が淵の余情はみつみつとして今も世の人の胸に響き伝わる。そうそうと巴が淵は岩を噛み、黒髪めでし、おととぎすなく、木曽町。そういうふうに木曽町って書いてありますね。絶景を撮っていただきましょう。